東京上空30秒は1944年にアメリカで制作、公開された戦争映画である。本作は作戦に参加したテッドローソン中尉と報道記者の手記をもとに構成されている。この作品以降同リットル空襲を題材にする作品はしばらく作られなかったが2001年に真珠湾攻撃と合わせて題材にされたパールハーバーが公開された。 本編の爆撃機が出撃する場面はミッドウェイの冒頭に使用されている。なお、日本公開時は一部削除の上公開された。太平洋戦争が開戦して間もない1942年。昨年から相次いで続けられる日本の潜水艦によるアメリカ本土砲撃にアメリカ中で沿線の雰囲気が漂うこの頃、アメリカ陸軍の中佐であるジェームズ・ H ドーリットルは 海軍と提携して奇抜な計画を実施した。それは B-25 爆撃機を空母に搭載し、日本近海より発艦東京を空襲するという、未だかつてないものであった。この作戦に参加するのは、陸軍のローソン注意、航空士のマクルワ、など10名以上。各して過剰な減量化をした B-25 なんとか空母に乗せて、 日本の海域にまで近づけることに成功する。ロ同村中イらは苦難の中、東京爆撃を実施し、中国大陸へ着陸、後に本国へと帰還した。ありがとうございます。